魏古とは、古代中国史の歴史記述をめぐる、歴史学、文献学、考古学の立場の一つ。中国史の始まりに位置する三皇五帝や夏王朝の実在を疑い、後世に創作された神話とみなす立場であり、言い換えれば、諸教などの儒教経典や、史記などの歴史書を積極的に批判する立場でもある。また、老子などの古典文献を、後世の家督、義書とみなす立場でもある。古傑豪、宣言道、古敵ら、中華民国初期の学者グループ、通称義古派またの名を古弁派によって、1910年代の新文化運動を踏まえて提唱された。魏古の立場は、その後の中国内外においても、基本的には支持されてきた。しかし一方で、魏古を否定する立場も数多く提唱されてきた。21世紀の現代に至っても、なお、魏古の討否は議論の的になっている。魏古の立場は、1920年代の古傑豪、宣言道、古敵らにより提唱された。特に、宣言道は、魏古言道を名乗るほどに、魏古を支持していた。彼らは皆当時30歳から40歳前後の若手、研究者だった。特に、古傑豪らが1926年に創刊した論文集、古弁が魏古の主な発信源になった。古弁は1926年から1941年まで刊行され、計7巻350編の論文が掲載された。主な寄稿者としては、上記3人のほか、羅根、澤、千篤史、童書行、両毛務、楊博らがいる。特に、千篤史と童書行は、もともとはアマチュア、在野の研究者だったが、古傑豪に抜擢されて、専業の研究者になった人物でもあった。古傑豪らが、魏古を提唱した背景として、1910年代に流行していた新文化運動がある。新文化運動とは、儒教に代表される伝統的な中国文化を、前近代的、停滞的な旧文化として批判し、それに代わって科学的方法に基づく近代的、進歩的な新文化を広めようとする運動である。とりわけ、運動の主導者でもあるアメリカ帰りの古敵が、運動と同時期に構築していた中国哲学史通史の記述方法は、当時北京大学の学生だった古傑豪に強い影響を与えた。ただし、古敵は、最終的に魏古から離反することになる。夏の禹を古弁派は、その名の通り、古の真偽を厳しく弁別する。つまり、古に対して懐疑的な立場を取る。ここで言う、古とは、東周時代までの歴史、すなわち三皇五帝と夏殷周三代の歴史、要するに、先秦史を指す。言い換えれば、先秦史について記された、儒教経典や、史記などの歴史書が、厳しく批判される。とりわけ、儒教の聖人である、堯、舜、禹に代表される三皇五帝と夏王朝の歴史が、実際の歴史ではなく、神話や義史とみなされる。例えば、古傑豪が1923年に提唱した、禹は、虫だった説によれば、禹は実在の人物ではなく、神格化された動物の名前だったが、それが、後世に人名と誤解されたのだという。また1920年には古敵が州の土地制度である、井田制を、孟子が創作した制度であるとした。これらの主張は、当時の学会に論争を巻き起こした。古弁派は、儒教経典や諸子百科の老子といった先秦文献の偽書説、すなわち文献の成立年代を先秦末期や漢代以降に引き下げる説も積極的に扱う。ただし、偽書説という営み自体は古くからあり、特に清代の楊貴は久し、古今偽書講は古傑豪に影響を与えている。魏古の古史批判と同様の説は、清代の学者がすでに提唱していた。例えば、清代末期の常習学派に属する孔侑が、その著書、孔子改正考などの中で、文脈は異なるけれどもすでに提唱していた。あるいは、それよりも早く、清代中期の歳述が提唱していた。古傑豪は彼ら清代の学者からも影響を受けていた。あるいは、日本でも1909年の時点で東洋史学者の白鳥倉吉が堯舜禹抹殺論という論を上述の祭述の影響を受けつつ、すでに提唱していた。あるいは、それよりも早く、江戸時代の町人学者、富永仲元が、その著書、出城考語の中で、中国史よりも、むしろ仏教史に対して提唱していた。富永仲元の説は、白鳥倉吉と、同世代の東洋史学者、内藤湖南によって1925年に、再発見され、過剰説、過剰の原則などと呼ばれて、中国史に積極的に応用されていた。ただし、虎結合が彼ら日本人からも影響を受けていたというわけではない。なお、虎結合の過剰説は、中国語では、相類一造成説、相類一造成的古史観などと呼ばれる。以上の日本人の説は、古史弁第7巻初集の楊弘、中国上古史導論を皮切りに、中国にも紹介された。なお楊弘によれば、以上の他にも、小川拓司、マスペログラネラも、古史批判の先駆者として挙げられる。その他、虎結合は、当代の子通や上記の清代の楊貴は、久しを魏西への観点から再評価した。金谷治は、魏西への精神は、元代の司馬遷等にまで遡るとしている。魏西へは20世紀の中国史学界において、各末着らの唯物史観と並ぶ主要な方法論として、中国内外で広く支持されてきた。例えば、日本では20世紀中期、上述の内藤湖南の弟子にあたる、東洋史学者、宮崎一貞が提唱した、清宗抹殺論は、魏西へに組みする論である。なお、内藤と宮崎の二人は、京都学派を代表する学者としても知られる。上述の偽書説についても、20世紀中期以降、竹内義雄、赤塚忠、津田宗吉をはじめとする東洋哲学史分野の学者たちによって、詳細な偽書説が構築された。中でも、津田宗吉は、日本史や日本思想史についても、魏西へと同様の説を展開して、戦中の日本において弾圧されたことで知られる。一方で、魏西へを否定する立場、つまり、古史を信じる立場も数多く提唱されてきた。そのような立場は、新古、または、釈古と呼ばれる。新古の立場を取る学者は、大抵の場合、考古学の研究成果を根拠とする。つまり、例えば、先進の遺跡の発掘調査の成果や、それによって得られた出土文字資料の解読成果、または、年代測定や天文考古学による歴史書の検証成果などを根拠とする。新古の筆頭として、虎結合の一世代上の学者で、清朝の維新、王国威がいる。王国威は、二重証拠法という方法論を提唱することで魏西へと対立した。二重証拠法とは、まず歴史資料全般を、史記などの伝承資料と、甲骨文などの出土資料の2種類に大別した上で、伝承資料が出土資料によって否定されない限りは、伝承資料を基本的には信じて良いとする方法論である。要するに、古史を基本的には信じて良いとする立場である。王国威の二重証拠法は、1928年の隠居の発掘成果によって補強され、それ以来、適宜改定を加えつつ、出土資料研究の標準的な方法論として採用されてきた。その隠居に続く形で、1950年代以降、中華人民共和国においては、先進の遺跡が相次いで発掘された。中でも韮頭遺跡の出土品や宮殿跡は、放射性炭素年代測定や歴史書の記述に照らせば、夏の時代のものと推定できるため、中国の学者の多くは韮頭遺跡が夏の都であると主張した。日本でも白鳥の堯舜禹抹殺論に対しては白鳥と同時代の考古学者林康介を筆頭として反論が寄せられている。上述の偽書説に対しても1990年代以降出土資料の各点スワエ館などのうちに現存する文献とほぼ同じ文献が見つかったためそれまで構築されてきた偽書説の多くが根本から覆された。義古を否定する立場は、とりわけ1990年代以降、先進史研究の国際的な権威、李学金によって、積極的に提唱された。李学金は、以上に挙げたような考古学の諸成果を踏まえて、義古時代からの脱却というスローガンを打ち出すとともに、それを実践する形で、国家規模の古史研究プロジェクト、夏商周年表プロジェクトを主導した。同プロジェクトは、後の中華文明元無限プロジェクトに継承され、最終的に2018年まで続いた。また、同時期には、米中の学者が共同して、地質学の観点から、禹の治水伝説を検証するプロジェクトも行われた。1990年代以降、そのような、総で義古時代が流行する一方で、その流行に疑義を呈する形で、中国内外から批判や反省が寄せられるようになった。つまり言うなれば、義古が再評価されるようになった。例えば、考古学の成果を歴史書の記述と安易に結びつけるような傾向、つまり、考古学を歴史書に隷属させてしまう傾向に対しては、中国考古学の文献史学思考と呼ぶ形での批判が寄せられている。王国威の二重唱古法に対しても、反証可能性などの観点から強い批判が寄せられている。義書説に関しては、出土資料の義書説が提唱されるようになった。具体的に言えば、清華館、上白諏訪絵館、北大館館といった、通称、非発掘館に対して、現代に偽造された、鬼畜館が混入しているのではないか、という疑惑が指摘されるようになった。中でも、浙江大学所蔵の築看板、春秋左氏伝は、現存する春秋左氏伝の成立年代とも関わるため、その真偽が中国内外で議論の的になった。2010年代の終わりに至っても、なお、義古と新古の対立は決着がついておらず、それどころかむしろ複雑化しており、学者ごとに様々な見解がある。義古という語彙自体は古くからある。例、当代の質義古編白鳥の詩である中道代が1903年から1904年に歳述の灌漑新読を翻刻している。内藤湖南が中本のことを知ったきっかけとして、彼が若い頃の上司で著名な仏教学者、大内青蘭の影響があったとされる。新古と釈古の両者は、基本的には同義だが、両者を呼び分ける場合もある。その場合は、釈古の方がより優れた立場、すなわち、義古と新古を使用する第三の立場、つまり、史料批判をしつつ、古史を好意的に解釈する立場、という意味で、釈古と呼ばれる。そのような、新古と釈古の呼び分けは、1930年代の馮友蘭によって提唱された。あるいは口述の王国威が1920年代の時点ですでにそのような立場をとっていた。ただし、当の王国威は1年前の1927年に自殺して世を去っていた。そのような遺跡の発掘作業は、中国人のナショナリズムと密接につながっていた。というのも、殷墟より前の行商遺跡や敦煌文献の発掘が西洋人や日本人によって一方的に進められてきたという、ある種の負の歴史があったためである殷墟や二里頭遺跡が発掘された当時、それらが本当に陰や夏のものかをめぐっては、中国と日本の間で温度差があった。中でも、上述の宮崎一貞は、陰虚や甲骨文に対しても、懐疑的な立場を誇示していた。そのような、覆された、義書説のうち、老子の説に関しては、事情がやや複雑で、学者によって様々な見解がある。ありがとうございます。